薬払いとは、最悪を避け、今後の人生を無事安泰に過ごすため、祈願祈祷することを指す。薬払いは役年に行われることが多いが、日々の生活で少しずつ溜まっていく役をこまめに払う、意味で、役年以外に行う場合もある。役を避ける方法によっては、薬避け、薬落としなどとも呼ばれる。また、薬払いの字を当てる場合もある。寺や、 神社などで行うのが一般的であるが、お祓いの専門家に依頼する場合もある。また、日常役を寄せ付けない方法としては、役よけとなるものを身につけるという方法も用いられる。役年における役払いの時期は地域によって異なるものの、年の節目である新年正月元旦に行うケース、年の節目を旧正月と考え、役年の区切りも旧正月からとし、 節分に合わせて行うケース、年始から節分までに行うケースが多く見られる。もっとも、薬土師を無事乗り切るために祈願するということが、薬払いの本質であるため、その時期を超えてしまったからといって薬払いを依頼できなくなるわけではない。薬土師の残りを無事に乗り切るための祈願に遅すぎるということはない。神社によっては喪中を嫌う場合があるが、十九日の 意味明け語であれば問題ないとする神社もある。また、お寺であれば、餅を嫌うといったこともないため、お寺での役払いを選択するという方法も取られる。子供の役払いは、誕生初参りや753などのお参りと、合わせて行うことが多い。元来、753は、役払いを期限とするものである。日常役は日々積もる役であるため、役払いの時期は、 特に決まっていない。正月一番祈願や誕生日など、年次の節目に、定期的に行うケース、何か最悪が立て続けに発生してしまい、大役を小役に、小役を無役に、と願い、思い立ったその時に行うケースなどがある。役払いのご利益を得るための方法の類型には、以下のようなものがある。役払いで有名な神社については、役土の該当校を参照のこと。 日常薬は元より役年への対応でも薬余計となるものを身につける方法を取る場合がある。これが転用され役年の人に薬余計となるものを贈り物するという近年の流行がある。この場合の贈り物には肌身離さず持てるもの、長いもの、鱗模様のもの、七色のものが良いとされている。そのため男性向けにはネクタイ、ベルトなどが 女性向けには帯、マフラー、スカーフ、ネックレス、ブレスレット等のアクセサリー類などが贈り物としてよく用いられる。また、男女共通に財布などもよく用いられるが、いずれも伝統、宗教的裏付けはなく、あくまで商業上の理由による販売促進策である。中国では12年ごとに、厄年とし金色や赤色のものを身につけることで、 最悪から身を守るという風習がある。中国の影響か、沖縄でも江戸の年に薬払いを行う風習がある。イギリスでは、年の数だけ好みを集め、3日間外気にさらし、近所の庭先で焼くことで薬を払えるとされている。薬祭、多くの人に見てもらうことで薬払いの効果が高まると、されている。トルコでは、みんなが集まって、 役年の人の等身大の泥人形を作り、衣装をつけて、川に流すことで、役を払えるとされている。ナザールボンジューという青い目玉のお守りを身につけたり、飛行機に塗装するなりの役払いが見られる。こういった目玉型の役よけは、古代イギリシャの時代からあり、紀元前6世紀の酒の絵に目玉をつけるとが、見られる。スペインでは、馬肉片を年の数だけ食べ、 夜を踊り明かすことで役を払えるとされている。ジャック・オー・ランタンやシーラナギグ、ガーゴイルなどが有名である。ありがとうございます。